我ながら結構完璧です。自画自賛。理想はドライヤーするだけでまとまりたいですね。ですよね。こんなうわすごい、うん、すごい。すごすぎて言葉が言葉だね。何も出てこない。はい、こんにちは。ショートボブ専門美容師のみっちーです。今日もですね、 YouTube であるサロンワークゲスト様をお迎えしてやっていきたいと思います。本日のゲストのめぐみさんです。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日もね、まだ何も聞きしてないので話をお伺いしたいと思います。はい、一応今日がカットと縮毛矯正を、はい、ということですね。はい、いかがですか。なんか理想とかお悩みとか。理想はドライヤーするだけでまとまりたいですね。ですよね。シルエット、今これは外羽にしてるのかな。してない状態で。あ、なるほど。そうなんです、結構癖が跳ねちゃうんですね。そうです、そうです。一応そのなんか画像はいただいてるんですけど、はい、はいはいはい、ありがとうございます。僕の動画、はい、今前髪あるので、これの前髪あるバージョン、あるバージョンみたいな、はい、ミニボブですね。はい、長さもそんなに変えない感じ。そうです、ちょっと毛先が結構チリチリしてきたので、チリチリしてる。おお、1センチぐらいは切りたいですね。はいはい、あー、なんか傷んじゃった理由とか心当たりとかあります？アイロンで寝る前にかけて、うん、はい、朝起きてかけたりしてたので。あ、カラーはこれはされてます？何もしてない。あ、何もしてない、はい、アイロンだけ。アイロンだけ。あ、なるほど。じゃあ熱ダメージが蓄積して毛先の方がちょっとカリカリってした感じになってる。縮毛矯正したことは中学の時に。中学の時にしてました。最近やめちゃったの？そうです。かけなくなった理由とかあるのか。なんか勝手に地毛もストレートになってきて、うん、で髪質が変わったのかわかんないんですよ。はいはい、でかけなくても大丈夫になって、うん、で部活が運動部だったので、うん、ショートヘアにしてたので、うん、あんまりかけなくていいかなと思って。なるほどね。で最近伸ばし出して。そうです。やっぱ癖出るなみたいな。はい、間違いですね。髪の毛としてはね、まあやや粘点混じりの波状毛です。で、まあ、量はちょっと多めだけど髪自体はそんな太くなく、でダメージがあんまりないので、歯間矯正非常に向いていると思います。毛先はねちょっとダメージあるんですけど、まあ、大体毛先の方ってちょっと痛めたりとかすることが多いですから、まあこの辺は全然もう余裕の守備範囲内なので任せてください。ありがとうございます。すごい楽になると思います。歯間矯正なんでもったいかけなかったんだろうみたいなぐらい多分めちゃめちゃ楽になると思うんで。はい、あとはご自身の髪の嫌なとことか。嫌なとこ、うん、こだわってるとことかもしあれば。毛先が、うん、この左はまとまる時があるんですけど、うん、右はもう絶対に外に行っちゃうんですよ。絶対に。わかりました。まあ癖もあるし多分生え癖もあるんだと思うんですよ。全体的に多分こういう風になる癖があるから、うん、まあ、そこに関してはちょっと乾かし方も重要なので、はい、メイクも動画でもお伝えはしてるんですけど、ボブの乾かし方にやってもらえればちゃんとまとまるようにしますんで。はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。では切っていきますね。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。だけ少し軽くして、はい、で乾いた後ですね、縮毛矯正すると結構ボリューム変わるので、うん、この状態でまたドライカットに入れていきますか。はい、でこれで一旦縮毛矯正して、はい、お願いします。ここが結構、うん、あセーラームーンで、セーラームーン確かにこの人はセーラームーンで嫌で、それで厚めにしたんですよ。なるほど。結構後ろから塗って、うん、分かりました。カットする時もここは多分薄くなっちゃうんで、うん、それ以外のところを薄くして、はい、均等にシースルーになるようにやっていきますね、うん、お願いします。では縮毛矯正、はい、やっていきますね。お願いします。で今日は2種類薬を使って、この癖の強さとか種類がね微妙に場所によって違うので、うん、まあ、それにちょっと合わせて均等に綺麗になるようにやっていきます、はい。
これで時間できます。はい、ありがとうございます。では、今これで一撃ですね、はい、が終わって、癖の結合を切った状態、まあ、触ってもらうと分かるんですけど、多分ね、あんまりね、この状態で普通だったら結構ガビガビしてる、結構つるんとしてるっていうか、ね、うん、全体の感じですね。これでアイロンしていきます。はい、ヨーコは、なんかあれですか、言ったけど髪の毛より洋服の方が好きになっちゃったっていうのはどう、幼い頃から美容師にはなりたいと思ってたんですけど、うんうん、帰ってからウィッグとかやっぱ課題とかで切ったりとかあるけど、はいはい、気づいたら課題を無視して、うん、なんかファッションの方に手出して、なんか明日何着ようとか、あ、はいはい、お洋服に触れてることが多くなって、うん、興味がそっちに行っちゃったっていう、ね、そうですね、うん、なんかきっかけがあったんですか、そういう。おじいちゃんがお洋服のデザイナーだったので、うん、なんかそういうの聞いてたりとか、これ作ったんだよとか見せてもらったの見て、うん、そっちの路線があったと思って。専門入ってから聞いてたんですか。そうですね。あ、なるほどね、うん、何が起きるか分かんないのが見てるから、ね、でもお疲れ様でした。ありがとうございます、はい、シャキーンとはなってない感じが、うん、分かるんじゃないかなと思うんで、これで乾かしていきます、はい、乾かし方はね、いつも動画で紹介している乾かし方の通りに乾かすんですけど、基本的には下を向いて前に乾かしてください。で、トップは分け目がつかないようにこすって乾かす感じなんですけど、ボブはここが一番長いんですよ。他のところは多分結構簡単に入るはずなんですよね、うん、一番難しいのってボブってここなんで、ここの部分はちょっと引っ張りながらぐーっと内巻きになるように手でこう形付けて乾かすと失敗しにくいです。で、結構その短めなので、最初の段階である程度ちょっとこう櫛でぼかして、まあ、手櫛でもいいんですけど、ちゃんと内巻き作ってから乾かした方が失敗しづらいです。で、その時に根元からガリビーって溶かさないやるとこうぺったんこになっちゃうんで、トップはふわっとさしておくんだけど、手先は内巻きにみたいな感じで乾かす、はい、溶かしてくださいね。いつもの清です。いい香り、うん、これね、匂いがね、いいんですよ。で、結構軽くてさらっとまとまるから、うん、仕込み矯正してる髪にも相性がすごく良いです、うん、いい感じです、うん、触ってみてください。あ、すごい柔らかく、我ながら結構髪です、うん、自画自賛、まあ、乾かすだけでこんな感じにはなりますから、まあ、家でもね、明日以降もこれにはなります。はい、根元はもうこんなもんだと思うんですけど、うん、ちょっとこの辺のボリューム感少し取っていきますね、はい、お願いします。こんな、いや、すごい、うん、すごい、すごすぎて言葉が、言葉がね、何も出てこない。人って本当にびっくりすると何も言えないですもん。気になっちゃいますね。もうそれを今感じました。今何にもつけてない状態ですね、うん、こんな感じで、すごい、明日もこうなるかなと思いますし、うん、よくね、インスタとかで見るこういうね、あ、ツヤツヤのすごい、自分の髪じゃない、うん、アイロンとか毎朝ね、されるってことなので、まあ、やんなくてもいいと思いますけど、一応ちょっとやっていきましょうか。最後に前髪だけつけてきますね、はい、こういう感じでね、違うからね、前髪の毛先3分の1ぐらいにこうつけるイメージでやると、あ、すごい、ちょっとこう束にで、櫛でとかす、これ結構ポイントです。こんな感じで、おー、ありそうだありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。